はい、火曜日21時になりました。ジャストタップアウトという名の路上、本日も株式会社村上製作所の提供でお送りしていきたいと思います。そして本日のゲストは竹内涼です。そして竹内涼です。久しぶりだな。久しぶりです。そんな経ってる？てかそんなやってたっけ、このラジオ。そのぐらいですね。初めに1回出たんですよ。ああそう、2年も出てない。今日2回目です。マジでそんな出てないよ。2回目なんですよ、実は。そんなイメージないな。ゆうやはちょいちょい出て、ちょいちょい出ます。代表いない時に一人でやってるよな。一人もやってるし、俺がいない時に、トマトと2人でゆうやにやってます。じゃあ次今度イーグルの一人語り。あー、いいじゃん。いやもう、ね、いです。難しそうだな。あと2、3回出たいですね。いや、大丈夫じゃない。新たと2人でとかさ。新たも多分1回ぐらいしか来てねえな。沈黙が10分流れますよ。やばいな。無口な2人な。何喋った。それはそれはそれで見てみたいけど。そこは俺が引っ張る。ということでね、イーグルマスターなんと約2年ぶり2度目の登場だそうで。はい、でいよいよね、今日が10月25日ということで、あと何した10日ぐらいしかないのかな。もう来週、再来週、来週違うよね。11月4日って来週か。11月4日来週、あ、来週の金曜日なのか。じゃあもう、あ、もうね、超間近に迫ってまいります。11月4日金曜日18時半、ジャストタップアウト今年最後の後楽園で声出し解禁後楽園ということでね、おかげさまでチケット本をなかなかいい感じで売れてる。これね、最新のポスター画像ですが、まあ最新作ほぼ変わってないんですけども、で今日ね、新たな最後のカードが発表になります。先に言っちゃいますか、このポスター出ちゃったんでね。はい、今までね全6試合発表してきましたが、最後のカード、発表させてもらいたいと思います。ではドーン。あれこれうなっちだな。さあ、スタッフがいなりミスりましたが、これはねすでに発表済みのカードです。ユナッチだな。本日発表の最新カード、さあスタッフがね今ね裏で慌てております。来るかな、カモン、来ました。あ、来た。練習生 R デビュー戦女子タッグマッチ、青いリズム対山形優練習生青。はい、久々にね女子がデビューということで、まあこれギリギリまでねどうなるかな、どうしようかなとこだったんですけど、まあ今日ね女子練習があって、まあ最終チェックを兼ねてずっと見たんですけど、まあギリギリなんとかいけるかなということで、はい、どうせやっぱねデビューするなら後楽園だろうと。まあジャストタップアウトとしてほぼ後楽園でデビューしてるんで、まあ多分後楽園デビューじゃなかったの健一ぐらいなんでね、はい、やっぱりね後楽園ホールでデビューさせたいということで、この聖地後楽園で、久々のガールズ R、デビューが決定しました。もともとこの練習生 R っていうのは、まあなんだろう、よくわからないうちに練習生になって、ね、多分でも最初に会った時は覚えてて、最初にね道場で練習した時、まあ、いきなり受け身が取れたんですね。首強いなこの子、何やってたのと。剣道やってたと。まあ、剣道が首強くなる競技かどうか知らないけども、なんか受け身に関しては割とすぐに覚えたと。そこからね技術がなかなかね入り込まなくて、なかなか大変だったのですが、まあこの度なんとかねデビューのラインにこぎつけたということで、まあ山形優と組んで、葵リズムと対戦ということで、まあ葵からすればこれが初めての後輩レスラーになるのかな。初めてだよな。葵以降ね女子練習生がねなかなか育たなかったので、久々のガールズのね新メンバーが参戦ということで、期待してもらえたらと。まあバックボーンはね剣道、さっき言ったように剣道がバックボーンで、まあ剣道をねプロレスに生かすってなかなか難しいと思いきやね、ちょっとした剣道チックな動きを彼女はね、秘策として持ってますので、まあその辺当日ね見てもらえたらなと。2人はほぼ知らんよねこの練習生あるって。もう会場でちょっと会うぐらいだよな、うん、若干喋ったり、うん、まあなんだろう、本当現代っ子、本当現代の若者、女の子っていう感じでね、
はい、ちょっとね、ともかに似たところがあったりもするんでね、そこはちょっとね、良くも悪くも、ね、親近感を置くかもな、俺らが。いやでもね、ほんとね、ニューイヤーだったら多分ともかと初めて会った頃、はいはい、そんな感じ。あら、うん、まあほんとね、まあ当然まだ若いので、社会知らず世間も知らずみたいな子なんで、まあこれからね、ちゃんとこの社会にも漏れて覚えて、いろんな面を覚えていってくれて、良いレスラーになってくれたかなと。はっきり言ってこれだっていう何かを持ってる子ではありません。ないです。まあトモカは言ったら空手があったじゃん。あ、空手っていうものがあったから、それでバンと来れたけど、はい、この子はまあ剣道やってたっつっても、別に剣道でなんかね、チャンピオンになったとか、どっかで優勝したとか、そういう実績があるわけでもなく、体も大きいわけでもなく、うん、何かあるわけではないけど、まあ何かをしてくれるんじゃないかなっていう密かな期待を込めてね、今回はデビューになるわけですが、まあリングネームはまだ決まっておりませんが、まあ当日までにリングネームをね、決定発表させれたらなと思っております。はい、なんか口元にこれなんだ、穴開いてるように見えるけど、これ何、ピアス、口ピースか、すごいよな、4つ開いてるよな、4つか、ガビを刺さってるみたいに見えるけどなんかハードコアな子だったりして、わからんけど、まあいずれにしろね、若さが売りだったガールズのね、年齢をさらに、平均年齢を下げるくらい若い子です、この子。はい。ということなんで、ぜひ、伸びしろしかないんで、ご期待ください。じゃあ、ここまでね、発表になった、カードを、一個ずつ、行ってみましょうか。よいしょ。さあ、来い、ドン。はい、ランキングマッチ、ファイヤー勝美対十文字明、これね、気づいたら、4位と5位。この研修生組があれよあれよと上に上がってきて、この2人が4位と5位、しかも後楽園ホールで争うところまで来たということで、文字は5位まで上がってる、5位まで上がってるのよ、気づいたら。ちゅうか、ちょっと前までランキング外だったんだよ。でもあのね、なんだろう、あれ真空飛び膝蹴りみたいな、まあ食らいましたね自分も、あれを身につけてから、あれよあれよと。だって初公開した時、あれは確か JTO アリーナでの大会で、でなんだあれ J2 だったのかな、まだ、あ違う、ランキング外だったんだ、ランキング外だったのに、いきなり関谷にカーンってなったと同時にパコーンってかまして、そのまま終わったの。山本キッドさんみたいな、いやいや本当そのイメージっていうか、確かね、その山本キッド選手が大好きなんだよね、確か。だからそっから盗んだのか学んだのかわかんないけど、いきなりカーンと同時にパカーンやって、そのまま三角締めでカンカンカーンだから、本当1分かかってないっていう衝撃のね、蹴りを身につけて、でその後源太ともランキングマッチやって、その膝からの三角締めで締め落として、で先日さ、王子で龍也戦ってんだよな、まあ、最後食らいましたね、食らってんだな。で結果的にあれでアシストする形で浦野がファイヤーから取ると、ちょっとあの膝はきつかったっすね。あれ食らったら体格関係ないからね、あの高さで、ジャンプ力がすごいんだよな、モンジって。そのジャンプ力プラスなんかキックもちょっとやってたってことなんで、あの膝が炸裂したら、さすがのファイヤーもやばいんじゃないかと、これ一気にね、下克上するんじゃないかなと。自分はちょっとカウンターでもらっちゃったんで、もう目の前パッと真っ白になっちゃう。いやだから、龍也でもノックアウトできるというぐらいの、ね。きつかった。それをぶら下げてのファイヤーとの、しかもこの研修生卒業組、研修生組同士でランキングを争う戦いが後楽園で組まれるっていうのはね、初めてじゃないかな、これ多分。なのでこれはね、かなり期待値が高い。ただね、イーグル今ランキング何位だっけ、はい、今7位か、うん、なんかね、その最近すっかりこの研修生組がバン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 伸びてきて、やばいです、押され気味、はい、この辺で、なんとかしなきゃいけないところでね、イーグルマスクのカードも、まさにそれにふさわしいカードが今回組まれております。はい、出てくるかな、ちょっと待った、はいまあね、最近その研修生組と対戦し、ね、直接やられたりもして、そうですね、ランキングが移動してしまったわけで、はいはい、勢いがいいですね。いや勢いがすごいよ、若いもんやっぱり。ということでイーグルマスクのカードカモン、はい、まさにこれはね、研修生組対
令和元年組、ね、はい、これはもう、前だったら余裕で倒せたけれども今じゃねランキングが逆転してしまったと。そうですね、うん、で新たに関しては、ね、今ランキング10位最下位にまで落ちてしまったということですね。そう、うん、だからねこれはもうランキングに行ったらこの中の、ね、夕張源太が今5位、6位なのかな、うん、多分5位か6位なんで一番上になるわけで、やっぱねこれは一応先輩としてねやられっぱなしはいないだろう。体格ではね源太の方がねもうあいつヘビー級並みのヘビー級か体重背負ってるんであれだけども、それをね、はい、カバーする技術がこのイーグルと新たにはあるはずなんでね、ここらで、なんか逆転しておかないと思うと。逆転、うん、そうですね、じゃないとこの格付けが変わらない、はい、うん、でもこれやられっぱなしでどんどん沈んでったらね何も面白くないと思うから。それはまずいですね、うん、なんか秘策対策とかなんかある？まあ、言えないですけど。いや言わなくていいけど、言わなくていいけど、多分あの席は分かんないけど源太あたりは聞いてるから、こういうの要チェックしてるから、うん、そうなんですか、うん、あのね、あのいついろんなデータをねチェックしてるから。これはタッグマッチだからランキングは関係ない、ね、関係ない関係ない、これ通常ルールだからワンツースリーもあるから、うん、だからもう、はい、でもここで勝てばもうすぐにランキングマッチの直結すると思うから、これだからね結果を残せばまたすぐにチャンスが来る、はい、でもしこれで負けることがあればまあどんどんチャンスが遠のいていく。そうですね、そんなカードなんで、はい、まあイーグルにはねイーグルブレーカー1と2があるから、あれさえ決まれば、はい、前はね普通に勝ってたんだけどな。そうですね、決まらないことが多くなってしまいましたね。ああ、もうだから読まれてんだよな、うん、やっぱね研究熱心だから彼らは、うん、特に源太はプラスパワーがあるから。ただ俺は知ってるよ、源太は左だったかな、膝壊してずっとサポーターしてるんですよね。そう、あれ相当悪いよ本当ですか？すごい悪いよ。だから練習見てて受け身取るたびに痛そうにしてるから、あこれ相当悪いなと思って、左膝攻めたらもうね多分楽勝だよ。ただイーグルも新たも得意なのは腕殺しなんだよな。そうですね、ここでね足攻めたら多分ね勝てると思うよ、うん、まあ、正直ね源太もまだヘビー級になりきれてないところがあるから、うんうん、体重だけだから、うん、そこをつけばね2人も絶対、まあ、先輩の意地もあるだろうし、おもろいしね、まだねあいつはねスピードがない、あとはやっぱその膝気にしてるから思いっきりこういけない部分が最近目立つから、いつも練習のたびに俺言われるんだよ、なんか動き変だぞって。だから本人は分かってるけどやっぱり痛くて動けない、相当焦りがあると思うよ、うんうん、そこをつけばねいけると思うよだから腕いくと思いきや足とかいったら、そうです、ね、あっさりタップするかもしれないよ。相当悪いからこれ、なんかチクるようであれだけど、かなり悪いよ、うん、先輩として対策をなんか教えられるのもあれですけどね、うん、いやでもね自分は自分で、でもやっぱねここでやられっぱなしでどんどん終わってったら面白くないから、それは、はい、そっから巻き返しがないと。で関谷に関してはね、あのねランキング入ってるんですか？ギリギリ9位。あ9位10位か新たなんだ。だからちょっと前のランキングマッチを新たとやって直接勝って上がったのよ、うんうん、だけど関谷はね動きはすごくいいんだよ、うん、動きはすごくいいんだけどね入って2年体が何も変わってないペラペラ。多分あいつねご飯食べないんだなそんなに一、うん、回だけ飯食いに行った時に太らそうと思ってめっちゃ食わしたんだよ。確かファイヤーとか他にも何人かいたけど、うん、で関谷はうえってなって気持ち悪くなって食えなくなっちゃったのよ多分ね食が細い、うん、もうね体がとにかくしょぼいんだよな。これ体さえできれば相当なもんいいものを持ってるからと思うんだけど、2年前の写真と比べて何も変わってないんだよ。ビフォーアフターなんねんだよ。ビフォービフォーにしかなんないから、これはまずいよなやっぱり。まあだから十分勝機あるよ、体の変わらない関谷と膝が悪い源太、はい、で新たの調子はちょっとわからないけど、新たもほんとしばらくもう月に1回会うか会わないかだから謎なんだよな新たは。何考えてるか分からない、分からない、どこで何してんの、同期だから知らないの、同期なの連絡取んないの2人は。い
いやあんま取らないですよね。そうね、たまに下やんなよ、何してんのってどこにいんのって。まあでもちゃんと試合の時は来るからな、うん、これで試合の時来なくなったらもう話にならんけど後楽園にすっぽかされたって伝えたけど、まあでもね、ほら後楽園近いからコミュニケーション取って、はい、うまくこの先輩の意地をこの試合に俺は見せてほしいなと、はい、ほら弱点も知ったんだから、ね、で次に繋がればいいなと思います。はい、はい、続いてのカード何が来るかな、ドン、スペシャルシングルマッチ。まあこれはね、うなぎさやかがメインイベント、メインイベントっていうね主張をねずっとしてるけど、うなっち今回はメインにはしません。お、はい、まあ、その理由はね、俺先週ぐらいに言ったのかな、まあこれはっきり言いますね、これね、はっきり言うけども、稲葉友香が今ね、スターダムのタッグリーグとか出て急成長してるのは確かですが、ただうなぎさやかってまあな、それなりの実力者だと思うんですね。でしかも通常ルール、これもしクイーンのベルトかけた JTO ルールだったら友香行けたと思うんですけど、そこを狙ってこなかったってことは、普通にこう通常ルールのプロレスでもう勝つ気満々のうなぎさやかが予想されるので、これでね、やっぱりもし仮にこれをメインにしたとする、メインにしたとしてうなぎさやかが勝ったら締めるのうなぎさやかじゃん、そんなことね、いくらこの乱れると書いてランっていう大会でもね、ジャストタップアウト今年最後の後楽園大会をうなぎさやかに締めてもらうなんてことはありえないから、そんな弱気でいいんですか。弱気ではないけど、負ける前提で喋っちゃってますけど、負ける前提じゃないけど、もしそうなったらやばいなってことで、いやこれが JTO ルール、クイーン戦だったらもう間違いなくメインにしたかもしれないけども、ね、一応ね万が一を考えてセミかなと。だってキング戦があって、キング戦にと比べてただのスペシャルシングルマッチがメインに入るのはどうかなと思って、でまあうちがよくやってたそのアンケートでってのも考えたけど、アンケートしたら絶対こっちがなっちゃうの目に見えてるから、人気がすげえからさ、俺よりフォロワーいるんだもん、うなぎさやかって7万人ぐらいフォロワーいいんだよ。自分はもう正直、うん、アンケートしますって出たら速攻で噛みつこうかと思ったんですけど、いや今回だからやってないじゃんだってやる前から結果見えてるから、アンケートしちゃったら、だからやめたんだよ。だからすぐ噛みついてやろうと思ったんですよ。いやクイーン戦だったらやろうと思ったけどクイーン戦じゃないから、さすがに今回はね、これはメインにはしません。うなぎさやかに何を言われようとも、はい、ツイッターもめんどくさいって言ってたじゃないですか。うん、すごいよ、もう返信来なくなっちゃった。あらゆるものに噛みついてくるから、うん、返信来なくなっちゃったんですよ。いや面白いと思ったものしか噛みついてこないらしいから、俺はもう無理だと思ったから、あんまりもう触れないようにしてるから、もう延々と来るから、上に上に来るから、だからね、一応めんどくさいかもしれない、まあうんまあ、大会を、ね、盛り上げてくれるっていう意味では、ね、非常にありがたいんですがね、まあ、前回の葵に関してはすごい考えていい開始してたんでね、非常に盛り上がってよかったんですけど、稲葉友香はその辺ちょっとね、正直苦手分野だと思うんでね、そのツイッター上でのね言い合いになるとちょっと分が悪いかなということで、はい、まあそれでも稲葉友香に勝ってもらうための秘策をね考えてはいるんですけどね、ちょっとねまだね、うなぎさやか選手の試合、俺はこの間の葵戦しか見たことないんでね、なんとも言えないなと。ただまあ一撃必殺友香蹴り回が決まれば、まあ噂の、うん、首が通れて飛んでいくぐらいの衝撃なんで、あれさえ決まればどんな長身でも届くはずなんでね、一撃必殺友香蹴りのね、いろいろ欠点をカバーした回が決まればね、とんでもないことになると思います。ただね、この前後でもね、ともかスターダムタッグリーグがあるんでね、そこでねちょっとね怪我とかしなきゃいいんですけど、ただこの間大江戸隊長やってなんか椅子でちょっと小突かれてどこか痛いとか今日の練習で言ってたんですが、まああんまりそういうこと言うとね狙われてしまうので、この辺にしときますが、まあタッグリーグを経てさらにパワーアップしてね来てくれると信じて、はい、でもこの試合はセミファイナルです。はい、続いてドン、起きた練習生 F、 練習生 M デビュー戦。まあこの練習生 F はですね、前回の放送で、リングネーム自分で言ってました、いぶきという名前になりました。ただ表記はまだ決まってないんですけど、なんで F なのにいぶきなのか分かりませんが、まあそこはさておき、いぶき
対練習生 M となりましたが、まあこの2人は知ってるよね。まあ知ってます、ね、うん、はい、じゃあイーグルから2人の印象を知ってる範囲で、はい、分かる範囲で印象、うん、印象はそうですね、まあ、練習生 F の方は、うん、挨拶ぐらいなんですけど、ああそうか、まあ、線は細いイメージですけど、ああ、なんかバネとかすごそうだなみたいな、ああ、そうか、動いてるのは見たことないのか。ないです、ね、ああそうか。 M は結構体重あるなっていうのは、まあな、はい、ごついな、うん、ぐらいですか、ね、そうか。リュウヤは一緒に練習したことあるんだよな。おお、何回か。じゃあそれぞれの印象を。ほんなら2人とね練習試合みたいなのしてますんで。あ、やってるか。そうか、じゃあ、よう分かってんな。そうですね。 F は伊吹か。伊吹はやっぱ跳躍力、ファイヤーも劣らないぐらいの跳躍力持ってて、うん、まあ、バネはすごいな、まあいいバネ持ってるなって感じですね、うん、でそれをどう生かすかが、うん、まあ、ポイント、うん、ってなってくるんで、まあ M に関しては、うん、まあ、柔術一緒に行ったりとか、うん、まあしてるんで、うん、まあ一回手合わせもしてますし、うん、でそこの柔術のバックボーン生かしながら、うん、まあぶっこ抜きっすね、うん、ぶっこ抜けるかどうか。まあこの2人の最後のエキシビションが確かぶっこ抜いて終わったんだよな。ぶっこ抜いて投げたところで終わったんだよな確か。で時間切れになって、うん、まあパワーがあってジャーマン系を得意とする練習生 M に対して、まあバネを生かしたね俊敏な動きをする F 伊吹、まあこれはね、なんだろうな、本当ザ新人っていう感じの M に対して、割とこうなんかお前どっかでプロセスやってたのって俺は何回か聞いたことあるぐらいのセンスの塊の伊吹、まあどっちが、それ予想しづらいなこれな、うん、ただ特筆すべきはこの2人は2人ともJT アリーナで行われた J2 マッチで、練習生の研修生の段階で健一に勝った M、ジャーマンで勝ったんだったかな。突然ねジャーマンが火を吹いて、研修生 M 時代に健一に勝ってしまって練習生に昇格した男で、同じく練習生 F こと伊吹も、J2 で何に勝ったんだっけ、あれだ、当時のブラックイーグル現ミスターマスクに勝って J2 ランキング1位になってるんですけど、 J2 ランキングの1位2位がこの2人というね、すでにデビューしてるやつらを追い抜いてそこにいると、うん、さらに言えばデビュー前にファイヤー勝美とのランキングマッチまでしていると、伊吹に関しては、まあ当然ファイヤーには負けたけれどもっていうぐらい期待大の、4期研修生の2名になるわけで、まあ、これは本当全くタイプが違うけども、まあじっくりとしたテクニックもありパワーもありで、伊吹に関しては身長がねほぼ180近くあってすごいね、バネもあるんでね、うん、そのキラキラした伊吹に対してこのもうザ若手って感じの M が、あ、ランキングは出てまいりましたが、見てください。濃いなぁ。この、濃いなぁ。ケンスケ、ケンイチ、一世、ジャタップ、すでにデビューしてる4人より上にいるというね、このね、前代未聞の、この J2 に関してはね、JT アリーナのみで行われる、ランキングなんですが、これはね、名乗り上げれば、とりあえずね、試合ができちゃう。まあ非公式試合みたいな感じなんですけども、ただこの J2 ランキング始まってまだ2回しかやってないにもかかわらず1位2位をすでに練習生がキープしてると。で一番最後にね、なんか化け物みたいなのがいますが横浜の隠れキャラキモがね、前回突然入ってきてやらせろって来て、M に敗れたわけですが、はい、8位ランクしておりますが、はい、この辺もね、これから増えればもしかしたらね、この J2、さらに J3 とか J4 とかどんどんね、下が増えていくかもしれません。まあ、いずれにしろね、デビュー前にすでにこのランキングに入ってしまっているこのね、2人のね、脅威の新人2人のデビュー戦、
まあ、間違いなくね第一試合で行われると思いますので、これは第一試合からねもう見逃せない試合になると思います。これじゃあちょっと、まあ、イーグルはあんま知らないからだけど、まあ、両方と手合わせしたことがある、はい、龍也の勝敗予想、どっちが勝つか。 M で、 M か、なるほど。まあバックボーン柔術、うん、関節に通ずるものがある、うん、でプラスジャーマン、うん、これは F の跳躍力、うん、とっ捕まえてぶん投げて決めれや、うん、勝つんじゃねえかなっていう、まあ、確かにうちでジャーマンって使えていないよな、初めてだよな、初の。いや、いいブリッジするんだよね、これがまた体丈夫だからな、本当いいジャーマンするんで、あれさえ決まれば確かに。ただそれを決めさせないすばしっこさがあるからね、これはちょっとね読めないけども、龍也の、予想は M ということで、 M で、はい、当日はどうなるか、ぜひね会場で見ていただけたらと思います。さあ、じゃあ次の試合いきましょうか。続いてドン、来た濃いラーメンツがヒロ飯島デビュー戦、負けたら剣士軍団解散、101万円懸賞金待ち。誰これは濃い、もうね、もうこれね話せば長くなるからあんま説明がねちょっとね大変なんだけども、まあまあ ARA、 7月の後楽園でデビューした ARA とミカで、なんつったらいいんだろう、これヒロ飯島、これがね実はブラックチャンゴのマスクをかぶってブラックチャンゴになりすましていて、まあそれもこの ARA と対戦するために近づいたということで、まあ開けてみたらこの2人実は幼なじみで同級生というね過去があったと。まあ ARA が、プロレスデビューしたことで刺激を受けてヒロ飯島もプロレスラーになってあいつを倒したいという思いから、ブラックチャンゴに扮してジャストタップアウトに紛れ込みデビューにこぎつけたというね、いい話なのかなんかよくわからない話ですが、まあ、いずれにしろね幼なじみがこの後楽園でプロのリングで激突すると。そしてこのね白い謎のマスク、ミスターマスク、彼も、健一の同期、一期研修生だから、ファイヤー勝美関谷とねスタートは一緒と。ただねなかなか目が出ない日々でどうしたらデビューできるかということでブラックイーグルになって、こっそりとデビューし、やっと自分の本来の姿になったのがミスターマスク。どういうことだろうな、マジシャン見てミスターマスクあのね多分4期研修生だったわけだから、まあファイヤー関谷健一とこのミスターマスクが一緒に練習してたわけだから、多分練習したことあるんだよ2人だけど、うん、俺もそうだけど全く記憶にない彼のこと、うん、なんか覚えてる？ないです。特にな、それぐらい影が薄かったんだよな。言われて大体あいたねそんなやつってなるけど全然俺も覚えてないんだよね。いつの間にかいなくなったと思ったら実はブラックイーグルやってて、でやっと自分のやりたい姿になれたのがこれというね、こ本当にこれがやりたかったことかわからないけど、ただ自分で用意してきたマスクはこれで、しかもリングネームはミスターマスク。まあじゃあ覚えてないならもう印象も何もないよな。本当にその名前で今後やっていくんですか。いやそうなんじゃないの、ミスターマスク。自分からそう言って写真送られてきたから俺はこれからミスターマスクなんでって。じゃあ今はもうチャンゴとイーグルのマスクがもう空いてるわけですね。そう、クイなわけで言ってみれば。じゃあまたこれから出てきたとしたら出てくる可能性もあるわけ、また違うやつだって。そうそう、っていうか旗揚げ当時からなイーグルマスクがなずっと付け狙われてブラック軍がどんどん増えてったじゃん多い時5、6人いたじゃん、はい、そのブラック軍がちょっと縮小したかなと思ったらまた現れたの。多分何度も何度も中身変わってんだよね多分。ね、初期のやつはやっぱ体型も変わってるし使う技も違うから全部変わってんのよ、はい、だから最新のがこのミスターマスクとヒロ飯島だったわけだよね、うん、最新だけど、もしかしたら同じような目的でプロレスラーになるためにそこに忍び込むやつも出てくるかもしれない。それを陰で暗躍してたのが健一らしい。健一、うん、ただ健一もでも前回の名古屋大会かなんかであのブラック軍の総帥ブラックプレイメーカー BPM、うん、と
仲間割れしてるはずなんだよ、ていうかボコられてるはずなんだけどそこら辺のね関係がよくわかんない、このブラック軍なのか剣士軍なのか、これは、ね、名古屋に行かなきゃわからん、名古屋にしか現れないんだよね BPM ってのはね。だからちょっとねこれからどうなっていくのか、また現れるのかブラック軍はっていうね。他にもだってブラックザジャイアントとかブラックザドラゴンとか見ました、ね、ブラックチャンギータとかいっぱいいたじゃん。それがね神出鬼没また出てくるかもしれないし、っていうかそうだ、さらに言えばこの ARA とミカもブラックチャンゴとチャンギータだったんだよね最初出てきた時。だからどこまでがなんだかもうわからないね、このブラック軍の謎だらけ。これから増えるかもしれないし増えないかもしれないし、まあいずれにしろこの試合は、まあ、いろんなのがごちゃごちゃしてますが、まあケンイチから負けたらケンイチ軍団解散してやるよと、でも別にそんなものはどうでもいいと言ったら、まあ懸賞金として101万円くれるということで。え、ケンイチが、うん、参加していいですか。いやこれはもうダメだよ、これは俺の試合だから。なんでですか。いやもうね、ケンイチ軍団解散プラス101万円、私なぜ101万になったかというとですね、これも理由があって、私高見知る今回ね高橋ヒロムと対戦し、ヒロムのなんだっけな、名もなきヒロムロールって技を返したら100万円懸賞金であげるよってヒロムが言ったんで、でもなかなか新日本プロレスね組まれなくなっちゃったんで、じゃあジャストタップアウトでやろうと思って、それを画策してたら、そしたら健一からじゃあ俺は101万用意するよっていうことなんで、今1万円高いならやってもいいかなということで101万円っていうね、いろんなねデビュー戦やら懸賞金やら解散などがかけられたね、なんとも言えない8人タッグマッチになりましたが、はい、もうねなんだろうねこれ、参加したいな、ダメだよ、ゆうやはメインでクイーン戦、クイーンじゃねキング戦があるから参加したい。じゃあこの試合に関してイーグルマスクの意見を聞きたい。試合難しいよな、ほとんどでも面識とか印象がもう、うん、自分誰とも多分接点なかったんで。え、でも健一と対戦したことなかったっけ。ないと思う。ないのか。あ、ありますね。あるよな。はい。それぐらい印象なさすぎるの。謎に新たと組んでたの覚えてるんですよ。そうだ。あと JTP はジャタップ。ジャタップくん。絡んでないっけ。はい。もうね、この同じ団体の人間からもほぼ印象がないというところにね、私自ら飛び込んで、まあ、それもねこの ARA の、ね、ために、 ARA にはねいろいろね、いろんな面でねお世話になってるんで、はい、この広井島との同級生再会以外にもねいろんなことが起こりそうなんで、さっさとこれは蹴りつけて、まあ、あの先に進むための試合だと思ってもらえればと思います。はい、じゃあ次行ってみましょう。ドン、はい、来た、はい、来た。もう文句なし名イベント、キングオブ JTO 竹倉龍也対安浦の、これ何回目の防衛戦、2回目、2回目です。 あれか、あのファイヤーに防衛して2度目の防衛戦、まあこれはもうね、高田一デスペマニアからの因縁、まさかねあそこでね、龍也綾部蓮、ファイヤー克実で日野裕二勇浦野っていうね、まあ海援隊道場トリオと対戦し、浦野が来るとは思わなかったね、これはね。日野とかだったらね、あるかなと思ったけど、まさかの浦野。絶対これね、油断したなって、俺は思ってるよ。浦野の秘技にやられたなっていう印象しかない。その辺、もうそれの後に横浜と大内と2回対戦してんだよな。2回やりましたね。その浦野の印象は？いや、うまい。まあ、それはね、もう誰もが知るとこだけど。でやっぱり SNS 見てもすごいよな、しつこいよな試合もやっぱすごいし、ね、うん、この JTO にいない選手じゃないですか、うんうん、まあ本当はうなぎさやか、女はうなぎさやか、男は安浦のって感じで、すごい厄介な人間にね絡まれたなと俺は思ってるよ。まあどっちもまた返信来なくなっちゃったから、うん、一番厄介なのは自分じゃないかと思っちゃってるんですけど、うん、まあその中でまあ代々木もともとね、この他団体の選手と防衛戦したいって発言してた中で、やっぱ代々木ってやっぱり一番とっつきやすかった相手3人、やっぱその3人を自分はターゲットで絞ってた。でその中でやっぱり最後、安浦野に勝って、でそのまま
日野さんだったり、うん、小高さん、勇さんだったりに言おうと思ったら、まさか負けると、うんうん、そこはやっぱ落とし穴だよな、うん、俺も多分これもう日野にはまあちょっとあそこで勝つのは難しいなと思ってたから、勇か浦野、体格的にもそこ破って日野に行くかなと思ってたら、まさかの安浦野に丸め込まれるっていうね、いや一大事。まあいい、あれは悔しかったんで、うん、まあターゲットを絞り、うん、ここまでこぎつけました。まあでも横浜でタッグでやられで、王子ではね、王子ではあれ横浜もだっけ、なんかギブアップ取る技使ってきたんだっけ。あれは名前、今日午前中、午前中というかお昼ぐらいに実はね、あの取材あったんで、週刊プロレスの、まあそこで決め技の名前見たんですけど、うん、なんだ OPF っていう技名らしい。何それ、どういう、何の略。多分オモプラッタフェイスロックの略かなっていう。そうなの、浦野はそんなことをするんだ多分それって割と呪術系の技じゃね。オモプラッタは呪術系ですね。だから浦野もそういうのやってんのかな。代々木とかで食らいましたね、あのオモプラッタ、うん、あそうなんだ。できるんだと思ってびっくりしましたけど。浦野はあのぽっちゃりしてたのに急になんか体絞ってバキバキになったのは知ってるけど、やっぱね、もう20年以上やってるからいろんなことやってんだろうな、うん、まだ俺らの知らない浦野のまだ隠し技いっぱいあると思うよ、まあ、それがね代々木でまだ爆発して、でその後横浜とこの間の王子とね、うん、爆発して、もう安浦野に3連敗してるわけだよな。3連敗、これはねもうあのまさかの展開だけど、これはもうねあの代表の俺からすればしてやったりで、まさかのキング戦、まさかの安浦野っていうね。で、さっき龍也言った通り、そのうなぎさやかもそうだけど、まあジャストタップアウトにはいないタイプ。いないタイプ。もうだからこそこれをね経験して乗り越えることによってね、ものすごい経験値になると思うんで、だからまあまさかだったけど、この安浦野のここに来たっていうのはね、やっぱなんだかんだ言って海援隊同士一期生でね、もうすごいしっかりさせたテクニックを持ってる上でのねキャラクター、ああいう風にねすっとぼけて変なキャラっぽく演じてるけども、その裏にはねものすごいテクニックがあるわけだから、これはね是が非でも防衛して次に進んでもらえたらなと。まああとはさっきね友川がメインにならなかった理由を言ったけども、逆に言えばここはもう JTO ルールだったら龍也いけるだろうということでね、今年最後の後楽園ビシッと、キングが締めれるようにっていう意味もあって、はい、メインになっております。今までの鬱憤を晴らすべくすっきりとして来年に迎えるようなね試合をしてもらいたいなと。正直、うん、ここまで3回戦ってきて、うん、チョークスラムを自分の、うん、で雷の形、うん、チョークスラムを持ち上げてから丸め込まれるっていうのが、うん、ここを3戦ずっと続いてるんで。じゃあ1回も裏のは食らってないんだ。まだ食らってないのかな、だから今回封印しちゃおうかなとか思ったり、封印してで別で対策練ろうかなとかいろいろ今考えてます。まあ多分裏の方だから持ち上げたとこからいろいろ考えてるだろうから、ずっと返されてるんだ、丸め込まれる。いやさすがにやっぱ裏のもあれ食らったらやばいっていうのは分かってるんだろうな。だから今回は この試合戦いでいろいろ対策練って、まあ、封印するか封印しないかとかもいろいろ突き詰めた上で、この戦いに臨もうかなといろいろ作戦でやってます、うん、まあただ本当浦野はすっとぼけたふりしていろんなものチェックして研究してるはずだから要注意で、落とし穴まだありそうだから、いや本当器用だから何でもできちゃうからね。これ正直この配信も見てると思いますよ、前回それですっげえ届いたんで、ああそう、スタッフさんがもう勘弁してくださいって言ってますよ、それぐらいコメント届いたんで、ああ安からは。じゃあ今日はあれか、わざとあえて沈黙してこう聞いてんだな、うん、
その辺がしたたかだから、まあその辺のね心理戦もどうなることやらということで、あれこれで全部ですか、まだありましたっけ、あ前回と言った、以上全7試合となっておりますが、まああのちょっとポスター画像大きくなります、はい、さっきまでね、さっきまでとか先週まではね、このデビューのところがね一人隠されてたわけですが、これ無事にね、これはね、あのこれ作った時点でね、全員がデビューできたらなっていう思いを込めてね、これの画像は作ってあったんですがね、ギリギリなんとかね練習生あるもデビューできることになったんで、一挙4人デビューということで、まあミスターマスクはね俺もデビュー戦だってなんか主張してましたけど、デビュー戦って言っていいかどうかわかんないんで、そのまま普通にしらっと乗っておりますが、まあ総勢もう何人だろう、20人ぐらいになったのかな、まあ3年ちょいでここまで選手層が厚くなってまいりましたが、まあその中でもねこのトップ2となった、キング竹倉龍也とクイーン稲葉友香、この2人にねやっぱりセミメインを任せるわけなんでね、この声出しなんで、しかも声出し後楽園なんでね、もう本当にね大爆発する後楽園になると思います。スーパーシーターもねおかげさまで全席完売で、リングサイドの方がですね、さっき見たらローソンチケットのみ数枚、ほんと数枚です。2、3枚。リングサイドは2列目となっております。スーパーシートは1列目のみ。リングサイドは2列目のみで。で、指定席の方もですね、東西がほぼほぼ埋まってきて、南の席はまだまだあります。これ、声出しバージョンなんでね、750人マックスなのかな。なので、はい。前回もね、3、400入ったのでね、それを確実に上回る後楽園大会になるんじゃないかなと思います。ので、チケットをご希望の方はチケットピア、ローソンチケット、ジャストタップアウト、オンラインショップ等に、ね、問い合わせもらえればチケット購入できますのでね、ぜひこの今年最後何かが起こる、乱れると書いてなんですからね、これね、はい、何かが起こるであろう後楽園大会ね、ぜひご来場いただけたらなと思います。黙ってるイーグルマスクにちょっと語ってもらおうか、はいはい、これからのこととか、これからのこと、うん、まずまあ、うん、4日の試合は、うん、まあ、これ以上負けられないのと、まあ、実質ランキングも抜かされているのが、うん、まあ、現状なので、うん、まあ、自分としては後輩だろうが、うん、まあ、チャレンジャーで、うん、として、まあ、闘争心はメラメラですね。その気持ちは、技術の差で、その気持ちは大事だ、うん、まあね、先輩後輩さんも 1,2 年しか変わらないわけだからな、まあ、そんなのはもうね、あっという間に抜いたり抜かれたりだから、そうやってね全体が上がっててくればいいなと思います。であと、先週ね言った広島大会のね時間が決定したので、改めてそのね広島大会の告知いきます。あ、来た、はい、先週の時点時間が確定してなかったんですが決定しました。16時半会場、17時試合開始ということで、まあねちょっと影が薄くなっているような印象がありますが、新たな広島初凱旋記念大会となっております。でしらっとこの左斜め上、マキシも広島出身ということでそうなんだ、まだねデビューして1試合しかしてないマキシも広島凱旋しらっと凱旋となっております。そしてこの特別参戦組がね、広島勢いっぱいいます。レイパロマチカの剣心、岡田剛、デビルマジシャン、シャー、まあシャーですよ、シャー、まあ、広島のね、地元で活躍するね5選手が参戦してくれるということで、今大会超満員いけんじゃないかなっていう感じになっておりますので、まだカードとは一切決まっておりませんし、チケットもまだ発売しておりませんが、近日中にね、プレイガイドあるいはジャストタッパーとオンラインショップ等で発売予定ですので、チェックしていただけたらなと思います。でこの頃にはね大巨人綾部蓮も復帰できてんじゃないかなと。まあ、綾部蓮のね、最新情報ですが、まあ、肺気胸っていうね、ちょっと、大変な、病気に見舞われ、入院して手術して、まあ、手術は成功してですね、退院して今、やっとね、ちょっと動けるようになったということで、来週ぐらいから道場に行きたいっていう、ね、連絡があったので、まあ、年内ね、12月ぐらいにね、で、復帰戦できたらなとは思ってますが、まあ、無理はせず、この1月からでもいいのかなとも思っておりますが、まあ、本人はね、体を動かしたくて、うずうずしてるようなので、ね、いち早く復帰できたらなと思っております。そしてね先週もねお伝えした通り、この1月16広島だけではなく、その前日前々日にね四国の方回る予定ですので、まあ今のところ
2連戦あるいは3連戦を予定しますので、こちらはね来週ぐらいにねちゃんと発表できるかもしれないということで、ね、ジャストタップアウト年内の大会この11月4日後楽園の後は、まあ今のところ全く発表になっておりませんが、あ11月29そうだ青友忘れてた、はい、11月29青友工業もございます。こちらまだねカード一切発表になっておりませんが、チケットは約3分の1ねもう売れておりますので、きっとこの後楽園で何か動きが出てカードと発表になるんじゃないかなと思っておりますのでね、ぜひ、ご来場いただけたらと思います。それ以外に、おそらく年内に、JTO アリーナで大会をしようと思ってます。今までね JTO アリーナといえば、研修生組しか出てなかったけどもね、そろそろねイーグルとかリュウヤにも出てもらいたいなと。なかなかねあの天井低くて頭をすごい使う試合展開をしなきゃいけない会場だけども、そろそろね来てほしいなと、はい、思っております。なのでそこで、年内に何か予定しておりますんで、あと昨日ですね、今男子寮が2つあって、今ほぼ使われてない男子寮が倉庫みたいになって、そこにね行ってちょっと掃除をしてきたんですけど、ものすごいグッズがね出てきたんで、そういうのもね売れるなんかフリーマーケットみたいなのも考えてます。なので試合してフリーマーケットやって選手のサイン会とかもね JTO アリーナだったらありかなと思ってます。そういった大会というかイベントを年内に JTO アリーナの方でやってみようかなと思っておりますのでね、ぜひ情報のチェックしてもらえたらなと思います。3分になったので、自分からちょっといいですか。おなんだ、先日ここアズーリプロレス祭り参戦させていただきありがとうございました。いやちょっと自分的にはこのそうそうたるメンバーの中でメインイベント任せてもらえたんで、メインだったんだあれ、関本大輔選手、加西純選手と肌合わせてパートナー中津選手でバリッバリ刺激もらったんで、後楽園絶対その刺激以上のものを安浦野にぶち込んでいこうかなと思ってるんで、ぜひね後楽園ご来場してください。よろしくお願いします。そしてアズーリ関係者の皆様ありがとうございました。また来年やるんであれば呼んでください。お願いします。関本大輔は前シングルやってんだよな。シングルとタッグでも葛西潤が初か。初めてです。竹倉龍也対葛西潤か。でもあれだよ、普通のあれだよな、デスマッチとかじゃないんだよな。じゃあよかったな、血まみれなんなくて。竹串バンバン待ってたっす。でも出なかったんだろ。全然出なかったっす。何そういうのやりたいの。いやもう竹串を待ってましたよ。いやどうだろう、いややりたいんだったらいいけど、うん、ハードコアTLC、電流爆破、何でも。デスマッチはちょっとあるかな。いや、でもそこまで行ったらほぼデスマッチだよ。ガラスボードとか画鋲はちょっとあれなんで。そうTLC ぐらいのハードコアで。まあでもそのね、葛西潤はね、この間ね、デスペとものすごいのね、やってくれたのでね。あれ見て刺激もらったのに、まさかこんなキンキンでね、うん、プレー戦って刺激まだもらえるなんて思わなかった。うん、感謝です。しかもメインイベント、でももし次やったらほんと竹串ぐさぐさのなんか缶を切ったやつを置いたところに投げられたりするかもよ。あれめちゃくちゃ痛そうよ。カード組まれたらマジで やりたいの。やりたくはない。なんだよなんだよ、やりたいならそういう舞台用意できるけど、テーブル椅子ラダーまででお願いします。ドクターペッパー半分に切ったやつが並んだあのボード、あれはやばかった。あれはもう絶対嫌だ俺さ。TLC でお願いします。いやでもね、葛西選手からすれば、いやそんなの俺っちには知り足りねえよってなっちゃうよ多分確かに、うん、やるならもうね、お互いデスペと葛西選手はそれぞれ自分らで自作で持ってきてんだから、持ち込みだよあれ。そうしないとね多分満足しないと思う、あの人は。でも通常ルールで刺激的な相手認定もらったんで、また線につなげてやりたいです。いや間もなく終了ですかね、あと何秒ぐらいですか。30秒ということでね、いよいよ来週金曜日なのかな、はい、まあ後楽園前にもう一回放送ありますけども、はい、また何かしら発表できるかと思います。じゃあ最後はキング竹倉龍也にガツンと締めてもらいましょうか。その前にやっぱイーグル、久しぶりのイーグルに締めてもらいましょう。よしイーグル、はい、いけ、うまいこと言って締めるんだ今。今日一に自分ももっともっと出演回数増やしていくので、
ええ、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃぶりだな。